そのだけはレース展望ですこの時間は11月9日木曜日の展望を行ってまいります解説競馬ブック北の坊敦さんですどうぞよろしくお願いします今日水曜日の開催が終わりました今日あのオープンのレース1,130ありましたけど、うん、稲妻テーラー強かったですね強かったねうん、うん、まあ相手もトースもちょっと恵まれたとはいえね、はい、強かったそうですね、うん でもう一個強かったといえばメインレースの DIY、ね、戦、はい、名将島と勝って5連勝とうんこの馬は本当、王道の競馬しますからね、ね<ー>今日も結構外回りであの強さやからね。 楽しみやね、このそうですね。ニコシのきっちりゴール前で、ねうん、捕まえたということで。えー、田中学ぶジョッキー、あの勝利ジョッキンタビューでちょっとこうね砂をかぶったりとか飲まれるとっていう話はしてましたけどね。はい、あ言ってましたね。うん、でもなんか全然そんなところを感じさせないようなね。そうですね。ですから、次 A2 に上がっても楽しみですね。はい、はい。さあ、それでは明日の展望です。 明日木曜日、全部で十二レースを行われます。メインレースは、JRA 交流の千草川特別です。一つ前、上町、松永に特別。b 2 i 戦とともに、今日、展望していきます。では、まずは十一レースです。千八百七十メートルの JRA 交流です。JRA から六頭が遠征をしていきます。そんな中、印、こうなりました。その JRA、新リミテスに本命入っております。 まああの逆瀬川特別という今年3月のレース、ね、遠征3着というのがあったんですけども、はい、今回は1 0 0 8戦でということになります、うん、そうですね、あのまあ、その逆瀬川の3着からね、はい、成績も安定してるんですよね、うん、これを境に、休み明けで2着、5着、5着、前走こそ、ね、この内枠がちょっと影響して負けてるんですけどもね、はい、2>, 2走前、3走前、そんなに差もないし。うん ここだったら上位なのかなという気はしますね、はい、外枠もいいと思いますえそして対抗評価が2番のシャンデルナゴルこれも中央の馬前走逃げて3着としぶとく粘ってましたこの未勝利でも一勝牛に挑戦して3着でしょう。そうですよねうん、だからこれは相当能力高いんでしょう。うん 勝ててなくてもね、格上で三着ですからね。はい。もうどんな競馬するのか楽しみですよ。真奈美ちゃんやしね。そうですね。本当園田でね、うん、大活躍という長島真奈美騎手と今回初コンビということになります。シャンデルナゴル。黒三角が四番名村多田地元兵庫のオープン場ということです。この距離は初めてなんですね。うん、でも問題ないと思いますよ。はい、うん。 千七でもまあいい競馬してましたしね<ー>問題ないでしょうね馬体も一回絞って今はちょうどいい感じですからね、うん、重傷でも前線してきた馬ですからねここ入っても全然引けは取らないとそう思ってますはい今年六勝敗五着節杯四着姫馬切っ箇所五着掲示板にきっちりね持、はい、ってきたという堅実な馬ですそれから JRA ですね五番のスマートウィザード四番手の評価となりましたこちらは二走前に 名古屋での交流戦逃げて未着というのがありま、ねうん、そうですね。久々ですけども仕上がりがなかなか良さそうだとそういう報告も受けましたし、で二層目の千八百で買ってるぐらいですからね。はい、これも能力高いでしょうね。えーえー、今回は下原ジョッキーが騎乗するということになるスマートウィザードです。であとは白三角二頭ですがまずは七番デイムフォーチュン JRA の馬三ヶ月の休養分けです。うん この名古屋で買って浦和で2着、まあ、地方コースでも高走歴ありますんでね、はい、十分やれそうな気はしますね、うん、そして地元馬の一等8番パストスト地元のオープン馬3着続きのあと前走から3か月休んでの復帰戦リフレッシュ休養なんでね、はい、あのどこも悪いところはなかったんで、うん、いい仕上がりでなっているとこの、ま、あの2年ほど前ですか、はい、一番いい時 イイグナイターに買ってるんんでですすよ、ね、そうなんですね、うん、とんでもない実績は持ってるんですよ。それ聞けばね、なんかもうそれだけで買いたくなるよう、ね、な <laughs>、まあ。あのととイグナイターがね、えー、全然まあ成長とか違いますけどもね、ねそうで,すでもまあ買った実績というのはありますんでね、うんえー、そこらを、ねうんはい、重要視するんだったら、穴っぽいですよね。うん、はい 井上カンタジョッキーと初コンビと、メー、はい、パス闘争まあ印はここまでということになります、うん、これ展開面としてはどうでですすかねうーんそうですねううそあのうちの2番ね、はい、5 3キロですからね、うん、これがいくんじゃないかなと思うんですけどもね、はい、それと外引いた、えー、田口君、はい、これも50のいけますかんでね、この2頭の花、2番手でしょう。はい あとね、真ん中枠に6番レッジェンダペスカという角田大賀これね、あの金剛さん特別番手から勝っているまでねこれも比較的前でという間なんでねちょっとその後がね、なんか中止してるしねその辺がちょっと嫌ないけどね今回休み明けですけどもね印抜いたのはその辺の理由ですかさあではフォーカスですここも2点勝負うまくで新リミテスからシャンデルナゴルともう名村ナムラタタ2点はい ただ通用すると思います。そうですか。はい、これ二番四馬で決まったら悔しいです、ね。悔しいですね。<laughs> いいですか二点がいで、ね。こ <laughs> んな悔し魔状かい。残念 <laughs> します。<laughs> はい。じゃあのコストを抑えてください。はいはい。筑が、はいえー、特別 JAR 交流戦十チレースは四時十分発送です。さあでは十レースです。こちらはカ町松葉カニ特別山際場 B2 千七百メートル千八頭立てです。もうカニ量も解禁の季節ですね。ですよね。いいですね。うん。はい。 さあでではフォーカスですあ先に印ですね印はまず8番のマウンテンエースということですが、まあ、ずっと移籍後安定感の走りで前走、戦2着でした前走とんでもないところから来ましたからね、うん、私、これスタートして全く息きやすかなかったから、はい、故障でもしたのかなと思ったんですよ。<ー>ま全然違うとんでもないところから、うん、とんでもない足で,で負けたけどもね。うん こ強かったね、インパクトが強い走りでしたからね。馬群から10馬身ぐらい取り残されてましたもんね。んまあ、この馬だと思いますね、あんだけの走りされたら。はい、で対抗評価が3番のグディカンワル、こちらは3歳馬ですが2走前に B2 戦、すでに勝っています。はい、前走はね、5 7キロが影響した、はい、それとちょっと揉まれた。今回ののメンバー構成はねこの馬の 逃げなんですよね、はい、すんなり行った時には本当に気分よく走る馬なんでね、うん、で確実に力もつけてきてる。 展開考えましてもこのま,ま十分チャンスありかなと思いますね。なるべく砂は被りたくないタイプということころですもんね。ねはい、グリカンはおそらく逃げるんじゃないかということです。うん、それから四番デザートスター黒三角評価二走前勝利で上級の前走も三着にまとめました。そうですね。あのまあ前回ねマウンテンエースに負けてるんですけどもその前は勝ってるんですよね。はい、だから金賞一勝い敗、うん、まあ十分このもチャンスありと。 そつ、えーまあ、なく今まとめてくれてるんでね非常に調子がいいと思いますはい。で4番手評価の二重三角は6番キングレジェンド前走船橋からの転入その時は1004、今回1007になりますけども、はい、距離は全然問題ないと思いますねーーで乗り込み中間の乗り込みなんか見てても前走以上の仕上げだと思います。はい で一番ウォニーが白三角評価です。こちらは全、ね、然7着と着順としては一歩後退でしたが、そうですね。ちょっと展開待ちという感もあるんですけどもね。はい、でも体調は非常にいいんですよね。うん、2>, 2着3着ぐらいだったら全然来てもおかしくないかなと。はい、展開一つだと思いますね。久々の17もいい方に出そうですか。はい、そうですね。うん、で7番のマイネルイージスもう一つの白三角4着続きです。うん、まあいいとこには来るんですよ。前回でも。 射程内なんですよね？はい、そっからのもうひと伸びというのがね。ちょっと足りないんですけども。うん、でもこれはもう立ち回りだけだと思います。はい、うまいこと立ち回ってほしいですね。 とということで印は以上の6頭ということになりました、まあ、逃げるのは先ほどの話通りということでね、えー、おそらくグディカンワールがいくらうそうです、ね、もうこのまましかいかないと思いますね、本命の八番、マウンテンスはどんなレースになりそうですか、うん、だから前回みたいなね、うん、まあ日取りだったら困るんですけどもね、ちょっと大味なレースすぎましたからね。うん まあそこそこついていってくれれば、えーうん、別に最高峰でも構い<ー>構わないかなかと思います、えー、まあ、すあ衝突なのでそれほどねバグ、うん、離れてって感じにならなさそうですはいはい、では10レースフォーカス見ておきましょう馬たんで、えー、ここは頭勝負8番マウンテンエースここは相手3頭ということで、はい、絞って買いたいということです10レーースス松ガニ特別戦スタートは3時30分です。 先月末でナイターシーズン終わっていまして今はレギュラー開催火曜日スタートとなっています火曜水曜木曜の3日間明日がその最終日木曜日の開催ということになりますここまで解説は競馬ブック北の坊敦さんでお届けいたしました今日もどうもありがとうございましたありがとうございましたこの後はご覧の日程での開催となっています来週も火曜水曜木曜の3日間開催引き続きそのだけはお楽しみください